テミスは、ギリシア神話の方、起き手の女神である。ヘイシオドスによれば、ウーラノスとガイアの娘で、ティーターンの一柱である。テミスとは古代ギリシア語で、普遍なる起き手の意味であり、起き手の擬人化である。テミスは、正義の女神とみなされることが多いが、近代、現代的な意味での、正義とは異なっている。むしろ、古代ギリシア語で正義に該当する神は、 理系女神である。ギリシア神話においては、ティーターンとオリュンポス神の戦いの後、敗れたティーターンは主要な神の地位を失い、神話においても多くの神が言及されなくなり、また地位が低下している。オリュンポスの時代になって、なおゾの地位と異性を変わりなく維持した神は、テミスだけである。ヘイシオドスの神闘記によると、メーティスに次いで、ゼウスは二番目の妻として、 テミスをめとり、二人の間には、エウノミアー、リケー、エーレーネーのホーラの三女神が生まれた。さらに、クロートー、ラケシス、アトロポスのモイラインの三女神が生まれた。ヘイラクレースの第十一番目の課題は、ヘスペリデースの黄門のリンゴを獲得することであった。アポロドーロスによると、ヘスペリデースのそのを知る、ワタツミネーレウスの居場所をヘイラクレースに教えたニュンペイ、たちは、 デウスとテミスの間の娘であった。またアイスキュロスによれば、プロメーテウスは、テミスの子である。ポーキスの南岸、パルナスソスさんの南録には、デルポイの信託書があった。この信託書は、歴史時代にあっては、アポローンのもので、ピューティアーと呼ばれる巫女が信託を授けていた。デルポイは、王子、ピュートーと呼ばれ、そこには、ゲイの託戦書があり、竜のピュートーンが、 ガイアの代理としてその地を支配していた。アポローンはピュートーンを倒し、信託書を自分のものとした。ここよりピュートーンはアポローンの聖地となった。一説にこれを記念してピューティア大祭がデルポイで開催されることとなる。他方ピュートンに信託書を持っていたのはテミスであるとする伝説も古くからあった。テミスは予言の術に秀でアポローンに 予言の術を教えた。アポローンは、こうして、後に、デルポイに、彼の信託書を持つことになる。大洪水と第四の人間、デウカリオーンと、ピュラーゼウスは、聖堂の時代の人間たちが、暴乱の様を募らせたのを知り、大洪水を起こして、彼らを滅ぼす計画を立てた。こうして、ほとんどすべての人間は滅ぼされたが、プロメーテウスの息子デウカリオーンとその妻、ピュラーは、 大洪水の起こることをあらかじめに、父より教えられていたので、箱舟を作り、洪水の難を逃れた。人間が滅び、一組の正しい男女だけが生き延びた、ことを知ったゼウスは、大洪水を終焉させる。二人が乗った箱舟は、9日旧夜、水の上をさまよった後、パルナッソスの二つの後方近くに止まった。天候の回復を知ったデ浮カリオーンは船より降り、 ゼウスに犠牲を捧げ、デルポイに卓戦書を持って行ったて、ミスにも感謝の祈りを捧げた。二人は人間が全て滅び消えたことを知り、テミスに祈って人間の種族を再び回復させる方法を尋ねた。テミスは二人の問いに答え、ナンジラの大いなる母の骨を歩を進めつつ背後に投げようと教えた。二人は地上の岩の塊を歩みつつ背後に投げるとそこから、 新しい人間の種族が生まれ出た。テミスは、ローマ神話においては、ユースティティア女神に対応するとされる。近代、現代において、秤りを手に持ち、司法における法と正義の象徴として像に、表現されるのは、テミスではなく、ローマ神話のユースティティアである。彼女は、正義の女神として、欧米においては、司法の象徴ともなっている。宝来は最初は、秩序、正義、 平和のような人間のノモスの様態の神格化,化であったが、後には、四季が代表する季節、時節の意味になってくる。平氏を出す、新記百133行から135行。ABCD ハル春ゲ、ギリシアローマ神話辞典 P163。五毛一ギリシア神話 P55。テミスを現代日本語の概念に照らし合わせると、起きて、法の意味が近く、他方、 理系が正義の概念に近い。AB 兵士オードス、新登記901から906行。AB アポロドーロス、第1巻3.1。アポロドーロス、第2巻5.11。5も1、ギリシア神話 P78。5も1、ギリシア神話ピアニッシモ40から42。ありがとうございます。